皆さんこんにちは、Rです。今日はね、毎週恒例の被弾したら即終了マリオカートをやりたいと思います。ちなみにこの縛りをやるのは初めて。この動画本当に1分も経たないで終わるかもしれないけど、俺はね天才なんで戦略的に攻めます。リアクションとかじゃなくて戦略的に攻める。サンダーとかもちなみにあれ、落下もダメということでやっていきます。ふう、まず、あ、ヨシバレか。コースによっても左右されると思うんだよね。初めてのくせに調子乗ってんな。悪いジスケルトン。で、まずは、ここね、スタートダッシュしない。スタートダッシュミスる可能性もあるけど、そういう問題じゃなくて、まずしないんだよ。で、行ってもらう。で、何人か確認する。11人。まあ、最初に確認しとけって話だけどね。で、ここで止まるんですよ。まずは無敵アイテム。大丈夫、こんなことやってるけど勝てっから。でスター取るじゃん。あんまり欲しくないのがキンキノで、キラーは終盤もらうんだったらいいんだけど、終盤もらあの序盤のうちもらうと、序盤にのうちにもらうと、あの前出ちゃうんでキラーで。そしてキラーが切れた瞬間に被弾とか普通にあるんで、キラーは今はいらない。あ、嘘、そんなことある？早く通り過ぎろよアイテム。ちょっと待って、死ぬ。はい。でサンダー落としたから緑コーラとかに注意。ここまで来たらちょっと持ってく。あともう少し、これ出るんだったらあともう少し持ってく。これ勝ってるぞ普通に。いやでもな、うわやっぱ止まってるよな。これ使うか。スターもう一回、スターもう一回。キンキノはダメ。スター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 。うわー、キノさんか。どうしよう、これ。まだ、まだ一回も被弾してない。半分くらい終わってる。半分くらい。で、バックスナーが飛んでこないの注意。で、エイト引かれたら後ろから赤コーラ飛んでくるから、それも注意して。で、ここは、まあ、オッケーオッケーオッケー。もう少し、もう少し耐える。さすがにサンダーはそんなすぐは振らないと思う。で、さすがにこのキラーは避けて、後ろはエイトじゃないだろうな。で、バックスナーとか警戒して、で、その緑コーラ投げたから、それ注意して。危ねえ。大丈夫、さすがにスターで引きに来るなんてことはない、ミユ。な、な、ミユ。ないだろうな。おぉ、危ねえ。で、これ。これ。これ。